お元気ですか、お母上。今僕は毎日を研究と実験に費やしています。生涯にわたって追求するだろう謎を見つけたことは僕にとって最大の喜びです。この謎を解き明かし、世界に発表すれば、きっと僕の名は後世に残るでしょう。あ、いや、まだできていませんけどね。しかし、あなたに育てていただいたこの知性、決して無駄にはしないとお約束しましょう。どうかこれからも見守っていてください。僕の生涯一番の先生として。